はい、皆さんこんにちは。今日はアンカーのね、新製品また出ていまして、それがね、なんと3432円の分離型ワイヤレスイヤホンってことでね、これお値段がね、すごいことになっててね、びっくりしたんで、ちょっとね、どんなもんなのか買ってみたんですね。で、アンカーはね、ノイズキャンセリングありのワイヤレスイヤホンも結構コスパのいいものをね、たくさん出してくれていますけども、今日はね、もっとね、シンプルにノイキャンなしのもの、3432円なんで、実力のほどをチェックしてみたいと思っています。はい、ということで、こちらアンカーサウンドコアライフ P2i というね、製品なんですけども、バッテリーはね、28時間合計で持つというね、ことでね、本体だけでね、8時間というね、ことのようですけども、で、なんかイコライザーが2つのモードがあるそうで、まあ、あとはね、この本体にね、結構操作関係がね、いろいろできるボタンがついているということです。で、こちらね、開封しておりますけども、この黒い引っ張りを引っ張って出てまいりました。じゃーん、一番上は取説ですね、まあ、比較的厚めな感じの印象を受けましたけども。で、こちらね、本体ですね。で、これが保護シートにくるまれていて、で、これ充電ケーブルですね。で、あとはイヤーピースが、本体についているのを含めて3サイズとなっています。で、これ本体の方、保護シート剥がしていますけども、割とね、光沢感のあるプラスチックのね、ホワイトですね。で、まあ、今回ね、ホワイト選んでますから、まあ、AirPods ちょっと連想するようなイメージにはなりますけど、まあ、ただね、この型の方はね、こういった蓋に開けやすい工夫なんかしていてですね、まあ、結構ね、一工夫ありという感じで、ポートは USB-C ですね。で、あとはまあ、ヒンジの方はね、このシンプルな、まあ、ビーツとかにね、近い感じの構造となっているようですね。で、取説例はね、ちょっとね、分厚めには感じましたが、まあ、このクイックスタートガイドはね、各国言語に対応してるんで、まあ、ちょっと分厚めにはなっていますけどね。で、こちら、ペアリングの方はね、こうやって蓋を開けるといけると書いていたんですが、どうもね、出てこないんで、あれと思ったんですけど、で、ケースからね、出してみると、このね、シールが貼ってありましてね、これを剥がして、通電をさせないとダメみたいなね、感じなんでね、これ左右あるんでね、剥がしたんですけど、で、一旦このケースに戻すと、まあ、そうするとね、この状態でペアリングモードになったようでね、ここのところ、iPhone のとこにサウンドコアライフ P2i というのが、ね、出てきたんで、もうこれタップするだけで、まあ、ペアリングの方はね、終わって接続済みと、ね、なりましたね。まあ、それでね、見た目の方は、まあ、Apple ユーザーですからね、どうしても AirPods と比べてはしまいますけども、まあ、白を選んでるんでね、特にまあ、イメージがちょっとね、近いような感じはしますけども、ただまあ、黒もありますからね、イメージ変わってくるでしょうし、まあ、この AirPods 丸コピみたいなものとは全く違くてね、ちゃんと一から自分たちで設計しているというね、感じで、まあ、このケースなんかも、まあ、この片手で開けやすいような工夫がされているというのはね、まあ、評価できる点ではないでしょうかね。で、まあ、本体の方はね、まあ、ステムタイプなんで、まあ、こういった感じで AirPods 3機種と並べてみますと、まあ、このステムのとこはね、直線状なのがね、今回のやつで、で、まあ、このステムの部分と耳に入れる部分に段差があるようなね、まあ、そんなデザインになっているんですね。で、最大の特徴は、この本体にね、ボタンが入っているんで、まあ、ここでね、結構豊富な操作ができるというのが特徴で、まあ、これ操作のね、方法は後でお見せしますけども、まあ、シンプルにね、その点はいい点ですよね。3400円ですからね、これ。で、装着の方をね、してみたいと思います。まあ、これね、耳に入れますとね、こんな感じで、このね、ステムはね、耳多分、まあ、人によりますけどね、私の場合はみ出なかったですね。で、装着した感じね、つけた時にボタンを誤作動させるってことはないんで、まあ、その点もね、うまくできているなという印象ですね。で、外れて落ちそうな感じもね、一切ないというね、ところですね。で、まあ、装着の軽さ関係で言うとね、左から軽い順に並べましたけどもね、AirPods 第3世代、そして AirPods Pro、このあたりは結構軽いですけど、で、Beats It Pro と比べますと、ウィングチップの分2点で支えるんでね、この耳に入れる部分の密着感って意味では、今回のサウンドコアのね、ちょっとまあ密着している感じはしますけど、まあいわゆるね、耳栓型、カナル型の装着感の、まあ少し軽い感じと思っていいんじゃないでしょうか。で、音楽の方ね、聞いてみました。まあ、とりあえず、まあこの空間オーディオプレイリストっていうのをね、聞いてみたんですけども、
で、まあ、これの2曲目聞くと、これドルビーアトモスの表示もね出てはいますね。そしてまあこれね10秒ぐらいのところから、まあ、ベースも入ってくるんですけど、結構いい音ですね。ボーカルも綺麗に聞こえるし、うん、これねなんかなかなかいいな音で、次の曲もね聞いてみましたけど、でもう少しねベース大きいの聞きたいですけど、そしたらねこれの10秒過ぎぐらいのところからね、ズンズンと入ってきますけど、あ結構ねこれ低音、これねモードがイコライザー2つしかないんですけどね、ベースモードというので聞いているとねなかなかいい音しますね。これ3400円ですからね、低音がね迫力ある音を出していますね。でただこのドルビーアトモス空間オーディオに関してはまああの聞いてないことはないんでしょうけどね、アップル系と比べるとちょっとね効き目が弱い気がしますよね。であとはまあ設定についてはね、このミュージックのね設定のところから、まあ、ここでドルビーアトモスは常にオンというのをね選んどかないと表示がされないみたいでしたね。でまあその他ドルビーアトモス以外も聞きましたけども、まあ低音の聞き具合の順に並べるとねこんな感じでですね、でやっぱりね一番こうズンズンくんのはまあビーツフィットプロとかなんですけども、まあ、ただね、まあ、ビーズフィットプロはちょっとね人によっては気持ち悪くなるぐらい押し出してくるのに比べるともうちょっと抑えめですけどね、結構低音強調してきます。まあ AirPods のあんまりいじくらない音とビーツのね中間ぐらいでね、私は結構ねちょうどよくて好きな音だったですね。はい、そしてまあこの製品本体操作がね豊富ってことで、この取説見てもねこのようにものすごい種類の操作がね書いてありますけども、で主要なものをねデモすると、これ再生一時停止は右のボタンを2回押すというね感じなんですね。これ今再生中2回押すと一時停止になります。2回押すと再生が始まります。であとはねこれ次の曲右2秒ってことでね、グーッと押すとね次の曲にね今変わりましたけど、で前の曲の場合にはこれ左側を2秒押すということ でこれ最初ね今の曲の先頭になってもう1回2秒押すと前の曲になるというね感じでしたね。そして音量の上げは右の1回ですね、まあ、1回押すごとに1段階上がります。で左を1回押すごとに1段階下がるという、これ便利でいいですね。あとはねイコライザー、これがね左右どちらかを3回押すということで、でこれねあの中でねベースとかね、あとはポッドキャストとかっていうまあこの案内が流れながら変わるんですね。だからまあこれ音声中心の場合にはポッドキャストモードのがいいみたいですね。であとはそぎ落とした製品ですから耳検知センサーとかはね基本的にないんですね。今再生中に耳から外しても、まあ、音楽はね鳴り続けております。ただねとはいえそぎ落としすぎてもいなくて、このケースの方に入れますと自動的に音楽は止まるようになっているというね感じですね。はい、でまあこの製品ノイズキャンセリングはないですけども、遮音性の方をねチェックしました。このようにね再生中半分ぐらいの音量でこの机の上を叩いてもねこの音はねほとんど入ってこないんで、まあ遮音性は比較的高いんでしょうかね。でこのようにね横で動画を 50% ぐらいの iPad mini で再生していますけど、まあ、この音についてはねうっすら入ってはきますけども、ただねあの何を言ってるのか聞こえないような感じなんで、まあ、あのいわゆる、まあ、カナル型という感じで、まあ、このノイキャンなくても密閉感もあるのかなというところ、まあ、その分ね外の音はねちょっと聞きづらいかもしれませんね。はい、そして、まあ、あとはねもちろんアップル製ではないのでね、このペアリングについては一台一台やんなきゃいけないってことで、今 iPhone 13 mini にペアリングしていますけども、まあ、こっちの iPhone 13 Pro にはペアリングは反映されないんですね。まあ、これはまあ普通のイヤホンがそうです。で、まあ、これでも使いたい場合にはリセットボタンを長押ししてですね、ペアリングモードにすると、まあ、しばらく待っていると、まあ、こちらの方にもですね、まあ、候補として出てくるんで、まあ、これでねタップすることでペアリングが完了するという感じ。もちろん自動切り替えとかもできません。まあ、そのあたりはねサードパーティーの一般的な仕様となっておりますね。でマイクの方ねどうなんでしょうか。マイクテストを行いました。まあ、いつも通りねこのボイスメモの方で録音をしているというね感じになります。まあ、もちろんね通信状況にもよるので、まあ、電話とかの通話の時にはまたちょっと変わってくる可能性はありますが、でこちら実際に録音した音です。マイクのテスト中、テステステス。
アンカーサウンドコアライフ P2I です。マイクのテスト中。マイクのテスト中、AirPods 3、マイクのテスト中です。私はね、結構いい音してんのかなと思いましたけどね。はい。で、あとはね、最後ね、外で使ってみましたけども、まあ、歩きながらの場合はね、着地ショックひどく拾うってことはなかったですね。あとは半分ぐらいのボリュームで、車の騒音の聞こえ具合を見ましたけども、で、これについてはね、だいたいあっちの停止線と横断歩道のね、間ぐらいでエンジン音が聞こえてきましたけども、まあ、ノイキャンのものよりはね、聞こえますけど、それでも割と聞こえにくいのかな。で、まあ、向こうの、まあ、60メーター先の電車の音とかっていうのは、まあ、少しね、軽く聞こえてくるというね、まあ、そんな感じでしたね。で、あとは、まあ、ジョギングね、しましたけど、着地ショックについてはね、まあ、密着感が強い分ですね、ちょっとね、拾いがちかな、ズンズンという感じはしましたけども、まあ、ただね、すごい不快かっていうとそうでもないというレベルですね。で、もちろんね、この AirPods Pro とかの、このね、着地した時のズンズン感の少なさと比べるとね、ちょっとね、強めなのかなと思いましたけどね。はい、ということでね、アンカーサウンドコアの3400円の完全分離型イヤホン。これね、なかなかね、良かったですね。これ、このお値段でね、この機能、この特にね、内蔵のボタンが誤作動しないような工夫がされているところもね、すごいですし、まあ、操作もね、音量操作もできたりします。いや、これでね、3400円はね、ほんとすごいですね。だからね、これ、まあ、例えばなんかね、AirPods の新機種もあっているつなぎとかね、あるいはメインで使うんでもね、学生さんとか保護者の方がね、ワイヤレスイヤホンをね、せがまれたら、これぴったりなんじゃないかとね、思うんですよね。3400円ですからね。まあ、得体の知れないメーカーではなくてね、アンカーが出しているものですから、まあ、そのあたりもね、含めて、まあ、保証とかも含めて安心感はあるのかなというところで、いや、分離型のワイヤレスイヤホン、本当にね、進化が目覚ましいですね。いや、この低価格でもね、侮れないというね、イヤホンでございました。Amazon では3432円。黒と白はね、ありますけども、なかなかね、いいイヤホンでね、びっくりするコスパの製品でございました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。